夏の甲子園2023準決勝の勝敗予想一発。フェードロー野球チャンネル、本日もね、生配信、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。もう日に日に増えていってね、もう嬉しい限りでございますが、明日はね、生配信、はい、お休みさせていただくんですが、はい、月曜日、はい、この準決勝が終わった後は9時半から生配信ありますので、ぜひチェックしてみてください。はい、じゃあ行きましょうか、井田さん、準決勝ね、はい、こういう顔ぶれだったかと、ね、話してたんだよなこういうパターンもあるかななんてまあね、まあ、門田さんが反転術式みたいなの挙げてましたけど、あったっけ準決勝の、そうね、いろいろ迷って ねただ反転術式を使わなければ全試合的中と勝敗ね4分の4だから結構的中率、うん、そうですね、上がったね。ただ反転術式使ったんで、いやいや反転術式門伝の予想は外れたけども、使ってない門伝はなんそこはややこしいわ。ただまあ準々決勝もね、うん、まあ天才イライラした試合もありますけど、うん、天才以上にね、やっぱね、ここがワンプレーでっていうね、っていういい試合ばっかりだったね。いい試合ばっかりだったね、ほんとね。じゃあ準決勝やっていきましょうか。いきましょう。はい、まずは1試合目、うん、仙台育英 VS 神村学園となりました、門伝さん。わかんねえぞ、これもう。ねえ、ほんとわかんないよ。スタッツこれから海田さんいますけども、ね、もう似通ってんじゃないか。そうだね。まあ、まず勝ち上がりね。うん。浦和学19対9、聖光8対2、履正社4対3、花巻東9対4。まあ、最後ね、怒涛の追い上げを準々決勝で食らいましたけども。まあ、さすが花巻っていう感じだったね。ねえ、しぶとかったね。うん、対する神村学園、立命館宇治、市立和歌山、北海、うん、岡山と、うん、意外と接戦はね、少ない。まあ、ね、さすがの試合運びというか、ねね、まあ、岡山山陽戦は終盤までね、うん、分かりませんでしたけど大量得点取って、うん、勝ってきましたよ、これ強いな、ね、強いね、スタッツ見ていきましょうか、うん、まあ、打率なんかはね、変わんない、うん、で、まあ、ただね、一つまあ僕らが重きを置いている長打率、うん、っていうところはやっぱり仙台育英の方がね、若干高いかなと。ただ投手ね、投手チーム防御率でいうと実は仙台育英 4.00 なんですよ。まあ浦和君のね、この9点もありますけど0点ないんだよね。確かに確かに、うん、対する神村学園これ見ても分かるように防御率 1.75 チームでもね、うん、非常にいいんですよ、うん、で仙台育英湯田君もね、うん、やっぱりさすがの奪三振率、うん、奪三振率はやっぱり高いね。まっすぐとスライダー、あれはプロレベルだ ねそうだね、うん、ただ防御率は 3.64、まあ、浦和学園もありますけど、やっぱり1点、2点は取られてもしょうがないかなっていうゲームメイクだよね、多分、うん、で、対する神村学園の黒木君、防御率 0.55、 カーブなのかな、カーブ、スライダー、あれ打てる高校生がいるのかと。まあ、俺らぐらいだったんじゃない、現金の時にやりたかったね。やりたかったな。右の階段、左の門で鳴らしてましたから。見どころ、ピッチャー系統のタイミングと。あ、まあ、どちらのチームも一人で投げ切る試合はないんで、うん、ここまでね、うん、まあ、仙台育英何人もいますし、うん、神村学園もね、うん、いいピッチャーどこで継投するかっていうのは結構ね、うん、肝になるかなと、うん、このゲームに関しては、うん、で、仙台育英のね、まあ、プラス要素、うん、あ、やっぱりここまでいいっていうのはやっぱ橋本くんね、うん、6割2分5厘怖い ね、 ね、それでクリーンアップが、全員3割5分以上、うん、おね、湯浅君、斎藤君、尾形君、うん、やっぱり橋本君出すとね、得点グッと上がるよね、確率 が、 上がる、ね、うん、しかも足もあるからね。そうね、橋本君はやっぱり抑えないと神村学園勝とうと思ったらね、対する神村学園の、プラスポイントは、4番のね、正林君、うん、4割2分1厘で、6番の上川床君、うん、6割と、うん、まあ、この4番、6番ね、で、神村学園の采配で冴えてるのがさ、うん、上川床君を打順5番とかに上げなかった、上げない、ね、ところから、ね、上げて6番、そ、 うなん、ね、その辺のオーダーの、うん、視点でいいなと思いました ね、 5番のところで言ったら攻撃的なね、采配もできるし、うん、というところでね、まあ、神村学園は3回戦目以降ね、急に足を絡めた攻撃をしだしてるんで、その意味でもやっぱり上見てるなというところで、ピックアッププレイヤー、うん、神村学園黒木君と。うん、黒木くん頭でいくかな、この試合に関しては。おお、まあ、橋本くんなんでね、こっちのキーパーさんはやっぱ左ぶつけたいとこはあるよね、正直。うん、門伝さんあります、ピックアッププレイヤーこの試合の。僕は逆に高橋くん、あー、花巻東で、
ね、準備はしてたけども最後、ね、結局投げずに、うん、フルで来るでしょ。そうだね、フルで来るね。黒木くん、高橋くんっていうのがもうダブルピックアッププレイヤー。なるほど、高橋くん頭の可能性ある。あ、それもある。あ、後ろか、後ろか。まあ、湯田くん先発で。いや、先発もあるね、言われたら。そうだね、今日のまあ、湯田くんも完璧でしたけどね。多分、あれはね、多分湯田くんをもう、そうね、そういう、ここももう次行っても、うん、っていうことは決まってるかなっていうのはあるね。ね、そんな感じだよね、うん。さあ、では勝敗予想、うん、俺は何ですか。準決勝以上は2人ともやれるんですか。あ、あの、僕全部当てたんで。あ準々決勝そうだね、帰ってきました。確かにね、帰ってきた帰ってきました。じゃあ書いて、はい、ズバンってやる。そうしましょうか。さあ、ということで書けました。さあ、それでは僕らの準決勝第1試合の勝敗予想こちらです。ペペン。さあ、ということでまず私から、はい、5対2で神村学園が勝つと予想させていただきました、うん、やっぱり序盤で先制して、うん、中盤1点、うん、終盤2点と、うん、中押し、ダメ押しする展開かな、うん、だかそれには黒木くんがもう頭からフルマックスで7回、うん、もうキンキンに抑えるという予想、うん、なるほどね、うん、僕はですね、タイブレイクで 8-7 です。なるほど。もう6-5とかで行って、6-6になって、うん、最後 8-7 で仙台育英、あー、マジ成功したっていう。 7.5-7 とかでもいい、 いいかなぐらいのある程度点は動くような気がする。まあね、これもうどっちが勝ってもおかしくないね、タイブレイク大いにあるね。大いにあるってことは裏を取りたいね。そうだね、あ、両チーム最初のじゃんけんからもう勝負決まってるかなと、ね、確かにな、はい、いや、これは楽しみだね、という準決勝1試合目の予想ね。はい、で2試合目いきましょうか。はい、2試合目いきましょう。これもズームアップだね。ね、確かにね、慶応義塾 VS 土浦日大というゲームですけど、まあ慶応はね、まあこう見るとね、盤石に勝ち上がってきたなっていう、うん、うん、まあ勝負強いバッティング光ってね、うん、対する土浦日大、うん、いやー、もう土浦日大も、まあ、だんだんやっぱりどんどんバッティングの調子上がってるなっていうね。あ、いいね、うん、で投手はいいですから、うん、あ、これは両者強いですよ。強いね、スタッツをご紹介しましょう、うん、ね、今出てますけど、うん、両チームね、マジで変わんないんですよ、うん、打率でいうと、慶応が3割1分1厘、土浦日大が3割1分5厘、わで、長打率でいうと慶応が3割9分6厘、うん、土浦日大が3割9分2厘、うん、もう変わらん、うん、打撃はね。ピッチャー見ると、チーム防御率が慶応 2.89 に対して土浦日大 2.19、うん、素晴らしいね、うん、なんですけど、エース小宅君は防御率 1.29、うん、対する藤本君は防御率 1.19 と、うん、素晴らしい、うん、超互角、互角だね。ということで見どころ、うん、スタッツ互角、超ハイレベル関東対決と。そうだね、あ、これはもう分からんぞと。まあアルプスを入れたらちょっと慶応の方がバカにできるんで、ね、もうそれもほんまにあるかもしれない、ね、うん、応援はすごいね、やっぱり岡谷とかは全部慶応生がもうねだ1試合目か、1試合目なんかリアクション薄いかもしれないですね、慶応のオファーの方が。ああ、ほんとだね、ほんとだね。いや、これすごいと思う、応援。これすごいよね、うん、で、プラスポイント行きましょう、うん、慶応義塾はやっぱり丸田くんね、うん、いいわ、4割6分1厘でね、2番の八木くんがストップっていうか、まあ打率は低かったんだけど、うん、準々決勝で3安打ね、出たんだよねこれはね、1人絶好調戻りますね、5番の伏江くん。これは広陵が目を覚まさせたと。いや、ちょっとやっぱり寝れなくなるね。そうね。信末くんのことを思い出す。こうなってやられてますからね。で、慶応の小宅くん、うん、準々決勝は1回5球で、もうフルですよ。来ればほぼフルで来るなという感じね。土浦日大、これは2番立川くん絶好調、4割3分8厘とね。太い刀だからね。ね、そう毎回言うね。で3番後藤くん2試合連続3安打中。いい選手だね。これ上がって、これがだから大量この得点につながってるね、この3番の後藤くん。で、5番の松田くんはちょっとね悪かったんですけど、準々決勝で4安打と。バックスクリーンといえばお前。あ松田君だからさ、ね、いやこれはね、だからどちらもね調子いい選手が同じぐらいいて、うん、もう難しいよ。あ、ピックアッププレイヤーいきましょうか。ピックアッププレイヤー土浦日大藤本くん、エースね、左、うん、左で調子いいバッターが多いんですよ、うん、慶応は、うん、今、うん、
なので藤本くんがピシャリとそこをやったらこれ持ってくよね、初日戦に。いや、そうだね。あ、ジャパンもあるからね。ありますよね、ここまで来たら。モンデスのピックアップレイヤー、僕は、はい、藤本くんももちろんなんですけど、伊藤くん。伊藤くん、前の試合もピックアップであげたけども、まあ、先発だったのかな。そうだね、準々決勝がね。ただ、ここはおそらく藤本くんからの伊藤くん、小森くん、3人フルで使ってということで、中盤計おそらく6回に照準合わせて、そうだね、また集中打来る予定で来ると思うから、はい、そこでな、まあなんかピンチの時に伊藤くん早めのスイッチっていうのもない話じゃないかなというところで、ね、あ、じゃあキープレイヤーだね、キープレイヤー、ピックアップ。さあ、では勝敗予想いきましょうか。はい、さあ、ということで、書き終わりました。ボロクラの、準決勝第2試合の勝敗予想はこちらです。ということで、私は4対2で慶応義塾とさせていただきました、うん、やっぱりね、これ勝負強いバッター多いですよ、うん、で丸田君もいるんですしね、うん、だから藤本君はどこまで投げれるかっていう。そうだね、うん、高尾君に加えて東恩納君も経験したっていうのは大きいな、うん、本当にそうなんだよね。勝ち上がり方見てもね、ちょっと慶応、うん、まあ、あとアルプスの応援ね、うん、に風来てるかなと、吹いてるかなっていう予想ですね、うん、まあ、これは簡単でした。あ優勝そしてんだもん。あれ優勝は広陵でしたよね。あ、決勝予想か決勝は広陵と土浦日大って言ってたから。あ、そうでしたっけ。あ、で、俺広陵って言ってたのかな。あ、広陵って言ってました、ね、それちょっと見返さないと思ってないんだけど、いやいやいや、俺は土浦日大決勝行くよと、まあね、あ、そうか言ってたんでね、うん、そう、この3枚看板でもある程度の出血点っていうのは、うんうん、なるほど、あると思うんだけども、これ非常にいい、いや、これダブルサウスポーだからね、甲子園屈指の。そうなのよ、ああ、もう8点とか取れる、うん、なるほどね、仕上がり具合なんじゃないかなと。あ、それで打って、うん、試合優位に進めて、うん、という展開か。展開、うわ、これはね、準決勝ちょっとね、まれに見るこの2試合とも拮抗したチームが当たってるかもしれないね、まあ、どういう組み合わせでもね。そうだね、拮抗はしてたね、うん、確かにね、うん、これ非常に面白いよ、この1日は。本当にいい1日ですね。ね、準決勝まで熱いと、はい、という我々の準決勝の勝敗予想でございました。はい、皆様のコメントお待ちしております。はい、また明日お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。これは本当に照らし合わせたとかではないです。お互いプライドをかけてやりました。あーえいかんはフェードローに輝く。語呂ある。チャンネル登録お願いします。